トーチャルス、今日なんですけど、メゾンマルジェラからデリバリーございました。ご紹介しようかなと思います。はい、何回目か忘れました。パーカーですね。フーディー入ってまいりました。はい、この季節いいんじゃないでしょうか。はい、今すぐ着れるというやつでございます。前にね、はい、マルジェラのこのカレンダータグがちょっとこうランダムな感じで、ナンバリングが施された。まあ刺繍なんですけどね、刺繍が施された。感じですね。割とストレートなマルジェラっていう感じです。でフードの裏には、はい、もちろんこれがっていう感じでございますね。ちょっと早速着てみます。着てみました。こんな感じですね。はい、最初いってきます。こちら M サイズですね。サイズ M でお値段104,000円です。ほほーって感じですね。でシルエットね、結構オーバーですね。結構オーバーめな感じです。M でこれなんで、身幅もそうですし、まあ、丈も割とあるので、だいぶこうゆったりめな感じでございますね。はい、そんな感じ。肩もちょっとだいぶドロップするっていうことですね。で、まあ、はい、大胆に、ザ・マルジェラということで、こんな感じで、ちょっとなんかこう数字がね、折ってくる、こうなんかゲームみたいですね。なんかこういうゲームあるじゃん、なんかテトリスみたいな。ね、1と10とかね、なんかそういうゲームっぽい感じがなんとなくしますけど、刺繍です。でね、なんかこういうちょっとストリートっぽい感じいいんだよな。なんか最近割とこう気分でこうストレートな、ちょっとこういうね、まあ、ブランド名がストレートに入ってたりとか、何かしらのこうフレーズなりロゴなりが入ってるオーバーめな感じ、このちょっとストリート感ある感じね、最近ちょっと回り回って結構好きなんですよ、このムード。結構ドンピシャな感じですよ、僕の今の空あの好みに、ムードに。いいんだよこのサイジングね、このデカめの感じ、よくない、あえてのって感じでいいかなと思います。今あえてのっていう感じでございます。で生地はね、生地はこれ多分、まあ、マルジェラがよく使うスウェットの生地だと思うんですけど、僕結構これ好きなんですよ。ギュッと目が詰まってて、あの本当にあのハードな感じ、うん、ハードユーズにも耐えうるようなタフな生地感なんですよね。そうそうそう、まあ、一応裏毛なんですけど、あんまソフト感とかそういうのはないですね。もう本当ギュッとドズメで結構好きなんですよ、僕このスウェットなんですけど、なんか適度に張り感があるんで、ね、ちょっと張り感があるような感じの生地で結構好きで、で多分これウォッシュが何回かかかってるっていう感じかな。ちょっと、はい、ウォッシュがかかってるっていう感じなんで、まあそこまで なんだろうな、うん、まあダメージ加工とかなんかそこまでいかないんですけど、まあ、若干ウォッシュかけてますっていう感じ、少しユーズドっぽい感じの加工ですね。生地感もいいんだよな、こういうのな。ふう、あれはないです、ポケットが。で、まあ、こういう感じで。ここもね、紐とかはないですね。うわっ、こういう感じがいいんだよな。何回言うんだよって感じですけど、ちょっとこの、あえてね、今、ストリート、ちょっといいんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じで、概要欄にリンク貼っておきますけども、ので、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷はございませんので、よろしくお願いします。そんな感じです。では。